Chapter 1, The Price of Freedom. Years later, Okinawa, December 2016. Oji-san? Izumi-ka. Daibu sei ga nobita na. Oji-san? Uso, kaette kita no? Nande konna kyou ni? Odoroita ka? バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。え、何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。うん、うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんではるか姉ちゃんが出て行かなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？野球推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも、はるかのせいでもね。全部、俺のせいだ。おじさん。だから俺が、必ずはるかを探し出して、この家に連れて帰る。Okay, let's talk to the kids. Accessing DLC, change clothes.
Okay. So when you obtain DLC, a cardboard box will be delivered to either Snoozer or Arkham Ritual. Check the box to unlock your DLC. You can only unlock DLC once per save file. Okay. Alright. This is Hero from the Tips newsletter. If you obtain a new outfit, you can change it into new Serenity Combat Ritual, but only in premium adventure. And this guy gives tips. Sure. This game has an autosave function, so you don't need to find phone booths. That's nice. Okay, speaking of DLCs, let's see. Looks like I don't have inventory yet. I do have inventory. Okay, let's check if I can get stuff here. Oh, this is the room that was always closed. This was my room, right? Okay, let's talk to the kids. Ah, Oji-san. さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。SNS とか全然やってないみたい。そうか。調べてくれてありがとうな。はるかについては、とりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何か、はるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ、僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。Nice. あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも Yes, it is your fault. 早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。 Okay.Let's check this room. This one's closed. Alright. Anyone over here? No. Cannot go to the kitchen through here. Haruka お姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん。そうだな。まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町で遥の助けになってくれていた。あいつなら何か遥に聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。 OK, I can make a call. Let's do that actually. I should give Akiyama a call. He might have heard something about Haruka.お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。 Well, that didn't work. Did I come and get a new phone? Damn it, what's going on? おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？ Yes. But this time only for a short while. そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。何か手伝えることはないか？いいの、これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても
はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。Okay, anyone else to talk to? I guess outside. Here. Haruka 姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、Haruka 姉ちゃん何でも気にすぎなんだよ。おじさん、Haruka 姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たち Haruka 姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。 Right, what about you? あ、おじさん。豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。うん。豆、まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし。はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。きっとカムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。Oh, Mr. Baseball Player. おじさん、俺どうしたらいい。はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でも、はるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。 Okay. And the last person. あやこお姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。はるかの件は彩子が悪いんじゃない。だから彩子を責めないでやってくれ。彩子も今まで言い出せなくてきっと辛かったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。 I can't let them keep worrying like this. I just need to find Haruka fast.All right, tomorrow I'll head up to Kamurocho. じゃあ、行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ。シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければ、もうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。みつお、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、アヤコ。今度はそう長くは待たせねえ。俺もはるかも必ずここに帰ってくる。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。Back to Kamurocho.Looks like I'm gonna be wearing my suit again. またこの町に帰ってきちまったか。Akiyama's company, Sky Finance, is on Keiichi Street. I should get going. Okay.
sprinting, another perspective. Cool. Oh yeah, that's the first person, right? I could technically play in first person, but why? No matter how many years pass, Kamurocho stays the same. やっぱりキリュウか伊達さん。いえ、なんだよお前、いつ無所から出てきた。まあ、ついこの間。Did the voice actor for 伊達さん change? お前が出所する日は何度も問い合わせたんだから、誰からも連絡が来やしねえ。まあ、でもよかったぜ。偶然でもこうやって会えたんだ。え？少し老けたか？まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。It just sounds different. よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今、中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中でな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年、カムロ町で大火事があったことは知ってるか？ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。で、そいつらと東城会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな。東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか。半年かもう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか？面識はねえが、確か二代目時代からの子さんのはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そう。いや、お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。遥はどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥の居場所を聞きてえと思ってる。遥の居場所？遥は沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥のこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社は閉めたぞ。ん？スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう、いや、またな。So, Akiyama closed Sky Finance. It's not like I have any other leads though, so I'll just check it out. If I remember, it was on the 4th floor of Serena building. One thing I wanted to change quickly. Graphics, advanced, this. Just in case it, you know, drops the frames even more.Wouldn't want the FPS to drop even lower than it already is. Okay, 4th floor. So this is the Serena, I think. And Sky Finance should be over here. This is where Sky Finance used to be. It says they are accepting 10 applications. I guess Akiyama really did sell the company. Maybe we should hit up some of the stores I know around town for some info.Good idea. Okay. It's still not very, very smooth. So one thing I'm gonna disable is this. It's not very needed.
And it will improve my frames so much, yeah. Okay, looking fine. Why is this closed? Like, what the hell? Wow. Fine, I'm going the other way. Sorry, this is annoying. I didn't expect the frames to be so low now. So let's go with 75%. That should be enough. And disable real-time reflections. And maybe geometry to medium? Or shadows to low? I don't know. Let's leave this to high, like this. Yeah, that's good enough. Let's move. Let's go. So, Serena, second floor. もしかして、キリュウさん? 久しぶりだね、ママ。 本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ。ちょっと。あら、そうなの?それより伊達さんと 店の前だった。It didn't even disconnect. That's the sad part. Let's ask about Akiyama. Akiyama の居場所を知らないか? ああ、秋山さんね。ごめんなさい。私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで、はるかを見かけなかったか?え?はるかちゃん?はるかちゃんがどうかしたの?随分前の話だが、 はるかが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは、はるかを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。はるかちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも、何かわかったら連絡するわ。あと、 このお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。Okay. Well, I have a gift box here. New bonus gifts for you. Morning glory photo and waistband. Okay. And fun pack one. Cool. So, inbox. Tips. This just tells you about sprinting and stuff. Okay. So what's this rainbow bun? Oh, it gives me stats. Sure. Let's use it even though I'm full health for this XP. And then where's that item that I just got? The equipment? Is there like equipment or something? I guess not yet. Yeah. I guess that will come later. Anyways, let's leave. Bye. Half of the city is closed. Oi, so
このおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。Let's beat them up. Ouch. Let's take this.There we go. Mm-hmm. So what do I want to upgrade first? I have the equipment now. I guess let's equip both of these. This gives me defense. This gives me...Heat and decreases probability of getting into a fight. That's pretty useful. Okay, what's this? Combo speed, definitely useful. Come on. What's this? Battle Masters. I don't care. Stop spamming me.Combo speed too, sure. But let's see if there's something more useful. Let's see. Charge attack. Let's go for heat action maybe.Like this one, when someone has a blade, when someone has a blunt object, when someone has a firearm, these are very useful. These are pretty cheap, you know, it's kind of worth it.But they are like, oh, near a microwave at a convenience store. Like, these are weird. You will never actually use them. But these I could use. So I'll learn these. So that's fine. Then we have like Tiger Crash.Sure. Okay, heat actions is now level C. Can I learn this as well? Yeah, increases damage of heat actions, sure. Sprint, definitely want to upgrade that twice. What's this? More hunger means more XP.Alcohol tolerance is not very needed. Battle skills, no. What's evasion? That's a new stat. I guess I could level up to the first tier at least. That's strong enough now, I think. Should be good enough. Okay. Hey Risk, sorry, didn't see your message. すいません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん。久しぶりだな。
マスター。本当にお久しぶりです、キリュウさん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？ Let's ask about Akiyama. スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ。マスター、ここ最近、秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア外の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、わかった。ありがとう。 Let's ask about Haruka。 Haruka をこの辺りで見かけなかったか？あれ、Haruka ちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があってな。今Haruka がどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながらわかりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。 Looks like Little Asia is the only option I've got left. Which way do I go there though? Can I open map now? Yeah. So I gotta go down, it seems. That's fine. How much money do I have? 30k yen. That's enough for a food. So let's go here to Wild Jackson, I guess. Wow, what is that glass doing with my frame rate? Like, wow. Let me change something. Honestly, I didn't want to be changing these things. But I guess I have to, because otherwise, like, what is this? Welcome! Okay, what can I eat? I guess everything on the menu. Not everything, but... like this. Yeah. That should be fine. Nice. 気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。Oh, a fight. Nice. All right. I'm gonna make a shorter stream today and try to fix the frame rate for next time. Just so I have no more issues. I have some ideas I can do, so that's fine. Nice.Hold on, didn't Little Asia burn down? They built all this back up in a year. If they are really this capable, no wonder the Tojo clan is struggling. ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。
あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方登場会の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。Damn, this guy. これが最妖怪ボスからの答え。中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。Okay, looks like I'm fighting them. I'll take this with me. Ow. Man.Oh, no, no, no. Throw him, throw him. I want that weapon. Quickly. Yeah. Okay. RT, and now I can do that. This frame rate, though. I'll fix it. I'll fix it. No worries. Hmm.
After this fight, I'll save the game. And for next time, everything's gonna be fine. There we go.誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだがな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって町金をやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？おい、这里已经没事了。咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。Looks like I've hit a dead end here. Guess I'll head back to Sky Finance to see what I can learn. Okay. Well, let's see. Can I save the game here? Yes, I can. Okay. So, thanks for watching. I'll see what I can do and fix it. For now, take care. Bye bye.